新しい私いろいろ始める仙台いろは。もうすぐクリスマス。彼氏におねだりしたいプレゼントは決まりましたか？世界に一つだけのジュエリーが欲しい。あ、自分へのご褒美に。りなちゃんがやってきたのは一番町ステア2階のジュエリー蒲田ストーリー。敷居が高いと思われがちのオーダーメイドなんですけど、実はマリッチリング以外にもできるんですよ。じゃあ自分へのご褒美にぴったりですね。ジュエリー蒲田のオーダーメイドは経験豊富なジュエリーデザイナーが一人一人の物語をスケッチすることから始まります。松本さんはご希望のデザインやイメージはございますか？そろそろ大人の女性に似合うアンティーク感のあるリングにしたいんです。かしこまりました。それでは最近トレンドのゴールドに松本さんの誕生石を入れて、シンプルな中にもゴージャス感のあるリングはいかがでしょうか？こんな感じに入れていきますね。かわいいですね。こちらでデザインの完成です。うわー、これが私だけのリングになるんですね。完成が楽しみ。デザインが決まったら、より仕上がりのイメージがしやすい原型を確認し、自社工房での制作がスタート。そして後日、いよいよ自分がデザインしたリングとのご対面です。お待たせしました。とっても素敵に仕上がってまいりました。とっても綺麗ですね。世界で一つの私だけのリングってことですよね。嬉しい。他にも店内にはピアスやネックレスなどの既製品から、自分のサイズに合わせて作ってくれるセミオーダーのリングまで豊富にラインナップ。毎日頑張っている自分へのご褒美にいかがですか？仙台いろは。今日お伝えした情報は仙台いろはのウェブサイトでチェック。新しい私いろいろ始める仙台いろは。